葵ちゃん、ステーキ普通にうまいで。あれほんとだ。絶対下味ミスったと思ったのに。逆にこれくらい塩濃い方がええんちゃうちゃんと塩味効いててうまいで。なるほどね。逆に薄すぎたのか今まで。うむ。てかどうしていきなりステーキ。突然ポークステーキなんか。いきなりステーキ。やめろやめろせっかく人がぼかしたのに。何か問題があったら嫌やからぼかしたんに。うむ。で、なんで突然いや、特に深い意味はなくて。 YouTube でひたすら丁寧にステーキ焼くだけの動画見てたらやりたくなって。だから命がけで妊娠グラッセも作ったんか。そう。動画ほど綺麗にできなかったけどね。まあネットにあげるわけやないから見た目は二の次でええよ。それでもテンション上がる盛り付けはしてみたいよね。気持ちはわかる。まず皿とキャンドルを買うところから始めないとね。ちょっと大事すぎひん。いやそれくらいやって優雅なディナーしたいでしょ。うーん。気持ちはわかる。 薄暗い感じでいい感じに盛り付けられたステーキを静かにいただくわけよ。それは満足度高そうやけど、ハードル高そうやな。まあ長期計画だよね。せやね。てことはまずは、この絶妙に散らかったリビングを片付けないとね。ハードル高そうやな。